三つ言寺は、徳島県徳島市不動本町にある寺院である。宗派は、高野山新言宗本尊は、新居不動。三号は高間さん、高馬山。陰号は、不動院。四国三十六不動村、令場十三番札所。護栄家ありがたや願い集めて、楓えでげに上樹かないし新居不動村。首郎門本堂伝承によれば、大宝年間に、行記が、 不動明王の像を刻んでこの地に安置したという。そして、巡釈中の愚法大使が、坂瀬川の毎年の洪水で苦しんでいる住民を、救おうと7日にわたり秘宝後まともを厳守したところ、この川が逆流をし水難を救い、河辺に河岸を作ったと伝わる。その後、長祖壁元地下の中富川の合戦で陛下に、かかったが、八塚イタ人の加護を受け再興し、 祈願書として信仰を集め、旧正月28日と旧7月28日の縁日には、市が開かれ大いに賑わった。安永時代落雷に離災し、不動明王は忽然と姿を消す。後、長原村の関右衛門がこの不動明王を日夜、信仰してお守りしていたという。ある夜、その関右衛門の枕元に、不動明王が現れ曰く。 長らく当初に泊まりこの村を守護してきたが、新居村に帰りたいとのこと。そこで、新居村民と協議の上現在地に、境内地を構え潜在することになった。その後、参拝者が多く訪れる年2回の祭りは、盛大に催されるようになった。現在はその面影はないが、初回式は2月27.28日、夏絵式は8月27.28日。 両縁日には書斎少女万民部落の記念日となる。ありがとうございます。